ヒコック45はアメリカ合衆国の銃器に関する動画配信チャンネル。ホストは現中学校の英語教師で元補助警察官のユーチューバー、グレッグ・キンマン。ヒコック45の動画は動画共有サイトの YouTube、または銃器や射撃競技に特化した動画ストリーミングサービスのフル30で見ることができる。ヒコック45はヒコック45。 LLC の登録商標で、その由来は、巧妙なガンマン、ワイルドビルヒコックと、グレックが好きな45口径である。ヒコック45の動画では、古典的な名銃から最新モデルまで、毎回様々な銃器を実写しながら、その性能、構造、歴史などを掘り下げて解説する。ほとんどの動画におけるホスト役は、グレックンマンで、撮影を、 息子のジョンが行っているが、ジョンも時々ホストを務めることがある。カウボーイ風の格好で、西部開拓時代の銃を撃ったり、ハリーキャラハンを意識したスーツ姿で、S、S&WM29 を構えるなど、バラエティに富んだ銃器を紹介するグレッグだが、比較的グロックを好む傾向があり、登場回数が多い。彼の動画が人気となった要因の一つが、派手な射撃シーンである。 カボチャやスイカを破壊したり、2リットルのソーダボトルを割ったり、樹木やクリスマスツリーを切り倒すなど、大量の弾薬を消費したデモンストレーションが行われるのが常である。これらの動画は、インド、ドイツ、フランス、ベトナムのメディアにも紹介された。2010年には、ジェーレノがザ・トゥナイトショーで、グレッグがグロック23でカボチャに顔を掘る動画を紹介した。2016年、 ヒコック45の YouTube チャンネルは利用規約に違反した旨で2度閉鎖されたが、いずれもその後復活した。2018年4月、ヒコック45の YouTube チャンネルが再度数時間閉鎖された。これは2018年3月に YouTube が重機や特定の重機アクセサリーを直販したり、販売サイトへのリンクを介して販売することを意図した。 動画を禁止するというポリシー変更を行ったことによるものだった。その後、ヒコック45は銃器関連に特化したサイトのフル3にも動画をアップロードするようになった。クレック・キンマンはケンタッキー州出身で現在はテネシー州チーザム郡に住んでいる。オースティンピー州立大学在学時には 1970から71年と1971から72年の2シーズン、バスケットボールチームでセンターを務めた。しかし彼はそれ以上ウェイトを増やせないことも手伝って、プロとして食べていくことは無理だと判断し、バスケットを辞めた。大学バスケットの公式記録に残る彼の身長は6フィート9インチで、2019年、現在の自己申告では6フィート8インチである。 中学校の英語教師の職は知りいたが、2015年には重機のテクノロジーを学ぶ学校その欄デザートインスティチュートのリモート講義に登場した。ありがとうございます。